フュージョン
っていう明るめの、ジャンルの曲をやっているものです。で今日はですね、まあ、その明るめの曲の中でも割と少し、アコースティックに演奏できる曲をということで、1曲目は D スクエアの、トレイダーという曲をご用意させていただきました。このような感じで、続いてまいりますので、もし、お時間あれば、聞いてください。よろしくお願いします。では、2曲目、3曲目、続けていきたいと思います。2曲目は少しバラードで、ラウダインディアという曲ですね。で3曲目は、Feel Like Me という曲を演奏していきたいと思います。
ありがとうございます。暑くなってきましたね。ちょっとたくさんの、人も集まってきまして、ちょっと緊張もしてまいりましたが、残すところ、あと2曲になりました。ですね、この後は少し大人目の音が締める曲、プレイフォーユーという曲と、T スクエアでですね、宝島という曲があります。ちょっと耳馴染みのある曲かなと思いますので、次の曲は少しスロー、最後の曲は少しノリのいいアップで、アップテンポの曲で締めたいと思いますので、どうぞ聴いてください。最後にですね、ちょっと我々のレイズのリンクのメンバーを紹介したいと思います。まず、一番アップからですね、ベース、服部幸道。あだ名、アップさんです。一番の若手、ドラム、前田レイ。
今一度大きな拍手をお願いします。